それを選んだ決め手なんかも少しお話ししたいなと思います。では早速紹介いたします。いってみましょう。はい、商品はこちらになります。オーディオテクニカさんから出ている、ワイヤレスヘッドフォン、型式が ATH-CKS5TW です。ソリッドベースっていうぐらい低音がバッチリ効くイヤホンになってます。はい、ではオープンします。こんな感じですね。まあ標準的な感じなんですけども、はい、では実際に装着してみましょうか。感じはこんな風になってます。ちょうどイヤホン買いたいなと思った時に低音がバシバシくるやつはその時は欲しかったんですね。それで探してて買う決め手になったんですけども、こいつ連続再生時間が単体で15時間持つんです。今まで電池切れしたことは一度もありません。今音楽鳴ってるんですけど、やっぱり低音がソリッドベースっていうだけあってどんどんズシンってくるものがありますね。ただね、やっぱり今ね、標準化しつつあるノイキャン機能とですとかコーライザーでの調整ですとかその辺ができないんで、まあ、逆に言えばシンプルだっていう話ですね。で今これ動画撮ってますけども、この動画の編集もこれでやってます。今まで撮った動画全部このイヤホンしながら編集しています。高音も明瞭ですし、低音がもう前に出すぎるってこともないので、普通に音楽を聴いてても、気持ちいいですし、まあモニターイヤホンとしての性能も非常に高いんですね。なのでこれは、まあ、ちょっと手放せない一品になってます。ではまとめていきましょう。はい、オーディオテクニカさんから出ている、私の相棒を紹介しました。もう決め手はやっぱり15時間の連続再生とソリッドベースっていうだけあって、やっぱ低音は強調されるんですけども、低音だけじゃなくて中音域も、クリアに聞こえますし、高音の伸びもいいんですよね。動画をアップするときには必ずこの相棒で編集しますので、いい動画をお届けできたらなと思っています。最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画良かったよと思った方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。